もうそんなになります。だね、お会いするのは随分。そうですね。野村武雄さんのイラストを描いたゴルフバカカレンダー。カレンダー発売中です、はい。早く買わないと売り切れちゃいます。良かったですね。シード本当におめでとうございます。まあ彼の実力ですから、ね。本当にありがとうございます。ホンダ新型 SUV ZR-V スペシャルトークショーへご来場いただきまして誠にありがとうございます。本日は2022年11月17日4日前に発表されましたホンダの新しい SUV ZR-V の発表を記念しまして、いち早く各界の有識者の方々にご参加いただきまして、 ZR-V をより知っていただくために本日のトークショーを企画させていただきました。これが一番トレンドです、これを着てれば間違いないですっていうのは特にない状態で、もう本当に自分が好きなファッションを突き詰めていって、その世界の中でこう楽しんでいくみたいなことが全体で言うとトレンドなので、まあ、僕はあの自分 の, そのおしゃれ感っていうセンスはあんまり信じてないんで、なので、まあ、まず最初自分を信じないっていうところから入って、何となく自分にあの似合うものが分かってきて、はいはい、とりあえず何喋ろう。でもなんか聞き側じゃないですか。まあね、あの奥のまっすぐの木で200ちょいか、210。そうですね、めちゃめちゃ狭い、どうしよう。めちゃめちゃ狭い。まあ男の人はもうアイアン以下なので、アイアン以下じゃないとダメなので。本日は、お願いいただきましてありがとうございます。ホンダはですね、今から30年ほど前、私が初めて免許取った時に、はい、初めて乗った車がホンダなので、今日はすごく楽しみにしております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして杉山さん、お願いします。皆さんおはようございます。杉山美穂です。ドラコプロをしております。でちょっと三橋さんの前で言うのは何なんですけど、レッスンだったりとか YouTube だったりをやっております。で私自身今ホンダを乗ってて、今27万キロ走っておりますので、ちょっと今日の SUV は楽しみにしておりました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして川口さん、お願いします。はい、皆さんこんにちは。 ZR-V の、開発責任者の外交をやってます、あのパワートレイン領域 の, あの開発責任者、あの川口と言います。今日はね、あの ZR-V とあのゴルフシーンにおける ZR-V の魅力について、あのしっかり語れてたと思いますので、あのよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あの異彩開放という、4文字で表させていただきました。あのこの異彩っていうのは、乗ってる、ね、運転手さんがあの本当に自分のカラー、あの自分の主張、そういったものを全面的に出して新しいチャレンジをするっていう、そういった方たちの、ね、後押しをしたい。どちらかというと我々はやっぱりこう長距離移動が多いもんですから、まあ、僕なんか本当にあのこの間も徳島から茨城まで、はいはい、まあ、1000キロぐらい移動する時もあるんで、はい、そうなるとやっぱりこう乗り心地っていうのがやっぱり当然重要視されてくるんですけど、あの座った感じはまあ本当にあの快適だし、僕腰痛がすごくひどいので、あのやっぱりこう車運転した後にゴルフするっていうのは結構普段苦痛なんですね、はい、まあ、そういった意味でやっぱ乗り心地をどうしても重視しなければいけないんですけど、今回 の, あの車は非常にまず座った感じがすごく気持ちよかったので、
これはちょっとこれ乗って車運転してゴルフやりたいなって正直に本当に思いました。まあ、ゴルフはね本当にやっぱりあの高齢者のためというか年齢層が高い方がやられるのでやっぱりこう体のことをねやっぱりこう考えてやっぱりこうコンセプトとしてやられてるっていうのはやっぱり我々ゴルファーからすると非常にありがたいというかやっぱりもうそこ結構肝なんでねやっぱり車を選ぶときにまず乗り心地ってことがまず第一優先になってくるのでもちろんデザイン性も絶対必要なんですけどやっぱりまず乗り心地なのでそこは非常にありがたいなというふうに思います。なんていうんですかねなんか内装もすごく可愛いので、うん、ちょっとそのインテリアのところもお聞きできますか。聞きたいです。ありがとうございます。はい、はい、あのインテリアですね。インテリアはあの非常にねあのドライバーさんにとってはあの非常に開放感あるあのそういうふうな空間をベースに美しい使い勝手でそしてあのいろいろな、ね、機能っていうのは精緻よくあの凝縮されているっていうのをあの描いてます、はい、で精神感と、ね、一体感を感じさせるようなインテリアになっているんですけどあのここが、ね、あの先ほど言った、ね、格上の広々空間っていうふうに、書いてますがあのドライバー席から見るとあのインパネ周り の空間そこにあの目線が人を確認する、車を確認するときに移動すると思うんですけど、そこにね、余計な増物がない、うん、あのそういうことで、少しすっきりとした空間を、出しています。ありがとうございました。ということで、そろそろお時間が来てしまいました。改めまして、本日、三橋義和さん、杉山美穂さん、そして川口信之さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。次回 ZR-V を買いに行く。こう来た。やっぱ言っちゃったよ俺もう本当に買わなきゃいけないよもう。おめでとうございます。ありがとうございます。112年我が国日本にもついに世界のトレンドスポーツゴルフがやってきたのであります。呉服屋のおかみさんも張り切って挑戦。ティーグラウンドに一輪のなでしこの花ナイスショット。エンジョイゴルフ。